このクリップでは、層、構成要素と材質、一覧表の違いについてご説明します。面積に基づく一覧表は根本的に変更されました。新しい教科により、例えば面積リストには、層、構成要素面積や表面露出面積のような2つの異なるリスト方法があります。この2つの一覧表グループは同様にナビゲーターにも導入されています。面積に基づく一覧表は、 複合構造の各層と断面形状の構成要素をリストするのに使用されます。複合構造の面積は層の中心を通る仮想平面の投影を自動的に計算します。断面形状の場合も面積は自動的に計算されますが、個別に各構成要素の基準面を手動で調節することも可能です。材質一覧表は、 仕上げ表の強力なサポートになります。モデル上で材質がどのようなタイプのアーキキャド要素に属していても、また、ビルディングマテリアルの一部または材質和楽器であっても、すべての露出面積をリストできます。要素は表面を覆うか、覆わないかを決めることができます。ご覧のように、紺色の領域は露出とみなされ、斜線のエリアは覆われている面積として考慮されます。 層面積リストの例を見てみましょう。平面図で2つの結合された複合構造壁が見えます。例えば壁の内側の層の断面も止め継ぎではなくジグザグの接続になっています。どれか1つの壁をワイヤーフレームにすると 3D モデルで確認することができます。このような接続はスラブ、壁の接続にも見られます。層、構成要素面積はこれらの層の正確なリストを作成します。 この例では複合構造壁の断熱材の面積をリストすることができます。すべての構成要素テンプレートを例として使用します。材質リストの他の例も見てみましょう。オフィスインテリアの例では、ペイント、アリザリンレッド材質のような各種塗装面をリストする方法をご紹介しました。この材質は、針の横、 天井の下、針の下の断面形状要素の湾曲する材質、壁の内側、そして窓の滝などにも見つけることができます。絵、ランプ、そして窓の下の仕上げは要素を覆っています。これらは 3D モデルで白い塗りつぶしで表示されています。ご覧のように露出面積の減少設定で、材質一覧表用、レイヤーセットが設定されています。この設定によると、 関連する表面積は80.01平方メートルです。表面を覆う要素を非表示にして、レイヤーセットを更新すると面積が93.97平方メートルになります。これはすべてのペイント、アリザリンレッド材質が覆われることなくリストされるということになります。